全世代がときめく最高傑作ラブストーリー、ママレードボーイ。すべてはこのページから始まった。ときめきのシーンの連続、ぶっ飛んだ設定、いつの時代も色褪せない物語。少女漫画の枠を超え、男性も夢中に。そして2018年、ついに実写映画化。原作が大好きでアニメ見てました。漫画の時から見ていたので、キュンキュンしました。今なお女性の胸をときめかせるのは映画ママレードボーイ、いよいよ公開。